定神仰期は、関白大城大臣、藤原忠平の日記。日記の名称は、忠平の死亡、定神仰にちなんだもので、定神仰漁期とも言う。10世紀前半の政治史を知る上での基本資料で、朝廷二例や政務に関する記述が多く見られる。今日現存するのは、忠平28歳の演技7年から、忠平皇居前年の天略2年までの期間で、 途中欠落している部分がある。忠平らが記した日記の原型を伝えるつまびら家本は、現存せず、現在伝来している、低信降期は、忠平らの長男であるサネよりが消失した小本である。故に、記述が簡略であるため、他の日記に見られるあさぎの次第や、政務の手続き等の詳細な記述があまり見出せない。また、式という形でサネよりの記した中記が付されている。 他に特徴として、サネよりが日記を消失する際、多数の歴中記事も抜き書きしていることから、原本は愚中歴に書かれていたことがわかる。ちなみに、藤原の道長の日記である、御堂関白記も愚中歴に書かれている。現在、本書の写本は、九条元公爵家本が、天理図書館に、九小本が京都大学に所蔵されている。また、宮内庁所領部、 御子と教閣文庫、神宮文庫等にも写本が所蔵されている。また、西宮城、北山省などの儀式書に本書の一文が見られる。漢本は、活字化されたものが、第二本古記録、続々軍書類中に収められている。また、九条元公爵家本の英印本が、天理図書館全本草書として刊行されている。ありがとうございます。